な。ってたん。あ、それとね、サンドリングしてこう手で食べさせるために飛んじゃうから翼をカットしました。で、翼のカットは、こう羽広げるとね、内側にもう一個ちっちゃい羽があるわけです。と外の2枚残して、ここで切ってます。で、上2枚と下2枚残してね。まあそうすると、こう飛べないわけじゃないけど、こういうふうに上に上がってくれないと思うんで。今ちょっと上に上がると書いてつくる。で、これではちょっと、これでね、このボトルをちっちゃんだと思って、右利きですか？右利きです。いや、左でこうやって軽く持ってください。あ、右でこうやって、右でこうやって持ってください、このボトル。ちっちゃな。で、ここが顎だとしてちっちゃなのね。で、左手の親指と中指。親指と中指でこの顎を持つ。そうです、そうです。顎を持つ。で、人差し指で頭を押さえる。で、離しながら、薬指と小指を添える。で、左手に持ち替える。こっちに持ち替える。そうそうそう。で、体は寝かせないように、頭立てた状態で薬を飲ませる。口閉じ取っても、くちばしに境目に一滴やればスーッと入ってきます。で、飲ませたら、口元よく見てると、飲んだらゴクゴクとしますから、うん、ちゃんと飲んだらティッシュで口周りを拭くと。で、それを今からやりますんでね。で、この動画にちょっと映るようにやっておきますから。で、飲ませる前によく振ってくださいね。で、今日はもう B、ついさっき飲んでるんで A だけ今飲ませますからね。はい、下がるよ。よし、ごめんね。はい、あ、ごめん、ワンコイン、これで、ちょっとここで今、点眼します。はい、ごめんね。こっちに来てもらった方が、はい、手で、あ、そうか、こちら来てください。ごめんなさい、見えにくいですよね。はい、だからまず右手で持ってるでしょ。で、親指と中指で顎持って、人差し指で頭持って、そーっと体を添えて、で、寝かせないで頭立つとこ。それで、これがお薬なんで、この境目のとこに、あ、口開いてるね、今こうやって一滴、そうするとこう舌が動くのが分かるから、で、このままにしとかないで、必ずさ、最後ちょっと3秒か5秒ぐらいしたら、すぐ離さないでね、ちょっとしばらく持っててもらって、そーっと口回しを拭いてほしいんですよね。で、足はこうなってます。だからなかなか難しいところなんですけど、この折れてるところテーピングで外側と内側から貼り合わせてね。で、ちょっとここで止めてるんですけどね。でも、これね、どこまでくっついてるかどうかはちょっとわかんないですけど。で、抗戦小説、じゃあもう一回こちら側来てください。これはちっちゃんじゃないかな、こちらじゃない、そう、はい、はい、で、あと、まあ今は食べないかもしれないけど、最初今ちょっと行きましたよね。飛んでいかないでね。もうこれで飛んでいかない？たまに飛ぶようにしますけど。おっとだね。ごめん。まあお家でもさ、あの、こうやってハンド、あ、食べた。なるべく食べさせちゃってくださいね。で、この子さ、選んで食べね。長細いやつ、そうちらをよく食べるみたいですね。まあいいですよ、今どんどん食べさせてください。で、ここにも昨日さ、サンプルで渡したでしょ。あれがペレットとパウダーがこう皮付きに少しかけたるんですけど、お家でもかけた、ここにもかかってると思うんだけど、床に巻いたやつが、チラシードだったかな、それが好きだったような気がする。それ言ってた気がするんですけど、カナリアシードが好きみたいですよ、長細い、うん、はい、じゃあ1分ね。はい、ちょっと抗戦照射療法を1分だけやらさせてもらいます。で、ちょっと明日がここ休めんで、まあ木曜日か金曜日ぐらいに1回ちょっと見せてください、ね。その時にあったかくして連れてきてくださいね。これカイロとかあるんかな、
中田さん、カイロちょっと1枚これが直接のものね。じゃあこれをちょっとここに袋に書いたんですけど、直接飲ませる方と水に入れる方ね。これ、あの、今書ける範囲で書いて、この紙持って木曜日に見せてください。ただね、なんか元気がないとかしょんぼりしてるようだったらね、病院か、あの、この私の携帯、ここが私いますんで、ここに携帯番号書いてあると思うんで、に入れましてください。相談してください。で、携帯の方は、あの、ごめんなさい、なかなかすぐ出ないかもしれないんで、メッセージ入れてください。名前入れて、そしたら折り返しさせてもらいますんで。これに反応させて、おしゃべりする。チッ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 ってやつ、いつもおしゃべりしてくれる。おちだよ、ちっちゃ、帰るよ。あ、ゴー、すごーい。ママの顔見てご飯食べてるの。あれ、これ無機質つけたんだっけ。あ、お風呂って入れないですよ。お風呂ちょっとやめといてください、しばらく。そうだ、もう一個だけつけやろうか。ごめんね、首の後ろに予防中継でよ。